マインツ大司教ペーターフォンアスペルトの墓。1306年から1320年までドイツ大書記長を務めた。大書記長は新聖ローマ帝国における王国の最高職。ドイツ王国の大書記長職はマインツ大司教先帝公によって継承され、現在のドイツとオーストリアの首相にまで通じている。また中世においてはこれに限らず、書記官や 交渉人の仕事を監督する役人も指した。日本語文献では、帝国最小、大最小、大法官といった訳語も用いられている。ピッピン三世から始まるカローリング帝国では、旧世紀に各地に初期長を置く体制が成立した。ランス大司教、ヒンクマールは、この役職を、宮廷と王国の秩序における、行位の初期官と呼んでいる。864年に、 ロタール一世が発した検証では、ビエンヌ大司教アギルマールが大書記長と呼ばれている。この頃から、年代記にも大書記長という役職名が現れ始める。カロリング帝国における最後の大書記長は、西フランク王国のランス大司教アダルベロンで、この役職は遊具家庭の即位に伴い、フランス書記長に置き換えられた。ドイツ王と一世のもとでは、 ドイツ大書記長の役職は、マインツ大司教の相続職となった。オットン一世が、イタリア王ベレンガーリオ二世を排位して962年に、新生ローマ皇帝となると、イタリア王国にも、同様の役職が創設された。11世紀初頭には、イタリア大書記長職は、ケルン大司教が代々継ぐものになっていた。つまり、形式上、ドイツにおける皇帝の職務は、 マインツ大司教が統括し、イタリアにおける職務は、ケルン大司教が統括することになった。ただ後者はイタリアから遠く離れているため、しばしば代理の代表者が職務を担当した。1042年頃、ハインリヒ3世が新たに獲得したアルル王国にも大初期調職を置き、初代にブザンソン大司教遊グ一世を任命した。しかし12世紀からは、トリア大司教が、 あるる大書基調職を受け継ぐようになった。カール4世は1356年の金印直書において、正式に帝国の3つの大書基調職を3人の政界選定校に割り振り、それまでのマインズ、ケルン、トリーヤの拡大司教による継承を追認した。しかし実際の新生ローマ皇帝選挙においては、ドイツ書記長であるマインズ大司教のみが主催者となった。 この三大司教による初期長体制は1803年の帝国代表者会議主要決議によりマインツ大司教領が世俗化されるまで帝国の根幹であり続けた。ただ、最後のマインツ選定校カールテオドール・フォンダールベルクは1806年に新生ローマ帝国が解体されるまで大初期長を名乗り続けた。また後のドイツ帝国やバイマル共和国の首相。 オーストリア帝国の首相、そして今日のドイツ首相やオーストリア首相も、新生ローマ帝国のドイツ大書記長の名残を残している。フランス第一帝政では、ナポレオン一世が法律顧問筆頭のジャンジャックレジド・カンバセレスに、帝国大書記官の役職を与えた。現代においては、ミクロネーションの一つ、ロシア帝国において、ニコライ三世が、 アントン・アレクセイ・ビチバーコフを対象基調に任じている。ありがとうございます。